敵か味方かそんなことお前らが勝手に決めろ。この戦争には平行線も幸福もない。見える世界と見えない世界、私を苦しめるものはいつも見えない世界からやってくる。刺激の一言で戦争とか起こされちゃたまらないよ。人は死ぬのが恐ろしいんだよ。死を想像するのが恐ろしい。人の心なんて脆いもんさ。死ね。命を粗末にする人大嫌いなんですよ。